皆さんこんにちは、片山慎吾です。今回は第3弾大人気シリーズ、ゴルゴ松本さんがまたお越しになり、真夏からのこの真冬です、真冬バージョンのゴルゴさん、半年間経ってどれぐらい、ゴルフが上達したり下がったり、上達したり下がったりということが、あるみたいなんですが、またその辺のところを話を聞いて、大人気シリーズゴルゴ松本さんのゴルフレッスンやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。トーテンポール同じ顔よろしくお願いします。冬になりました。冬になりましたね。もう長袖長ズボンですけども、はいはい、あれから半年約経ちましたけども、未だ悪い癖が、はい、クックックッと出てくるんですよね。そうですね、ですからここを辛抱しながら、まあ練習はするんですけども、はい、もうちょっと今回見てほしいんですよね、はい、まあ、よくはなってると思うんですけども、やっぱりいい時があったんですけど、やっぱ落ちて訳が分かんなくなったっていう現象があったので、はいはい、明らかにボールとかその方向性は良くなってるんですね。ゴルフってね、ええ、あれなんですよ、これ今コロナ禍でね、はい、ゴルフがめっちゃ今ブームなんですよ、はい、大ブーム大ブーム、もうゴルフ場も平日でもいっぱい、はい、もう土日キャンセル待ちが当たり前、うん、こんな風な今ゴルフブームにはなってきてるんですが、はい、一番の悩みなんですよこれが。何かって言ったら、うん、ゴルフって10回やったら10回分上手くなっていかないんですよ。ならないです。スキーは10回行ったら、うん、明らかにちょっとずつちょっとずつ上手くなって11回目の方が上手くなる、はい、12回目の方が上手くなる、うん、ゴルフは10回目より2回目の方がスコアが良かったりとか、うん、確かにね、確かにこのね、上手くなっていかないスコアに出ない、うんうん、もうこれがゴルフの一番難しいところであり、それは何なんだ、原因は何なんだっていうところを知りたいんです、ね、そういうとこですよね。なんだろうな、まあ多分ですよ、まだ見てないからあれですけど、はい、やっぱ自分でできちゃうんですよ。でナイスショット打ちたくなっちゃうんですよね、はいはい、なんでまたそのナイスショット打とうと思うと、うん、悪い癖が、はい、多分出てきてるんじゃないのかなっていうふうに予想はしてますけど、いや18年間のその悪い癖ってなかなか治らないですよ。いいです、多分世の中のこの慎吾チャンネルを見てくださって、はい、一緒に上手くなろうって練習に励んでる方も、はい、いい時もあって、うわそう、やっぱすげえな、 YouTube 見てよくなったっていう人もいるんですけど、はい、その後ドドドドドッまた 戻っちゃうかね、はい、さらに下がる場合もある。迷宮に入ってますね、はい、なんでその辺のところが少しでも紐解いてね、はい、ちょっと今度上達の道、またこうところに、はい、方向に向かってくれればいいかなと思って、はい、もう今回のでこの冬を乗り越えたいです、乗り切りたいです。そして春にいいゴルフをしたいので、そうですね、その冬にこうやるためのね、これだけやっていきましょうとか、はい、そういうのがあるといいですね。はい、はい、よろしくお願いします。絶対上手くなる、はい、8番アイアンでいきます、はい、アウトサイドインはもう9割以上なくなったと思うんですが、癖が出てくると、はい、要は利き腕使って右残りのこんなのも、要はスイングがバラバラになります、はい、素振りの雰囲気はいいですね。いいですか、はい、ここまでです。ここまでねいやこのここからボールを打ちに行くと、やっぱボールを意識しすぎるのか、いきます。これね、もう一個見つけた、まあ、まあまあまあこれね、すごい、絶対当たんないわこれじゃ。ボールが当たらないです。でしょう、はい、はい。こういうのが出ます。あーこれね。当たる時もあれば、要はああいうのも半分になってる。わかりました。これはね、1回で治ります。一発、はいどうぞ。いい、構えてください。はい。ごめんさい、このまんま、はい、僕にこのクラブを渡してもらって、渡してください。はい。右足どかしてください。はい。左足どかしてください。はい。で、正面行ってみてください。正面。これゴルゴさん、ボールの位置どこですかこれ。真ん中より、ひどくないですか、右です。これで、
ピンでしょ狙ってんの。そうです、バンカーの奥のピン。これね、30ヤードぐらい右。ええ、ま、っていうことは赤い旗の方、赤い旗向いてます。30ヤードまず右向いて、それでボールの位置が右で、はい、ボールからの距離がめちゃくちゃ遠い。もうこれじゃ当たんないです。何やっても今出たボールはそれが原因。原因です。スイングじゃないです。あ、もしかしたらインサイドから入れよう入れようがこの位置になってしまったのかな。ものすごいずれてます。ものすごいずれてる。ずれてる。これじゃ絶対に当たる。これで僕あのピンに打てっつったら、はい、なんか木の中で、はい、木が覆いかぶさってもう何にもできない状態になっちゃったみたいな構えです。これ、あ、確かにそういうなんか突っ込むような感じにはなってる、はい、これは構えです。スイングじゃないです。これだからこういうことが皆さんもそうなんですけど、はい、スイングだと思って直し出すと違うんですよ。また本当に深入りしちゃうんですよ。なるほど。これ、ね、他にミスが出始めちゃう、ね、そうですそうです、うん、これボールの位置と構えが悪いのに自分で、あ、足んねえな、スイングだな、スイングだなって思ったら、はい、これはね、うまくなっていかないんです。スイングいいのに。そうか。で、この構えが悪いから、スイングが悪くなっちゃうんですよ。はい、あー、確かにな。もう、よりインから入れようとして、窮屈になるんですよ。あー。だからね、これで、YouTube 見てる人もそうなんですけど、はい、こういう、なんか、なんつうんだろうな、ずれてるものを、正しく見てくれる人がゴルフっていると上達のスピードが速いんですよ。確かに。でもこんなすごい目線で見てくれる人って世の中いないですよ。そうなんですよ。これ残念なことに僕しかいないんですよ。でもこうやってもう直接見てくださったからもうダメなとこが明らかに分かるわけじゃないですか、はい、いや、で素振りした時に素振りが前より全然いいのに球、はい、が当たらないっていうのは、はい、あんまりないんですよ。はい。でも、はい、それはもう用意どんの構えが全然、はい、違うと、そうそう、全然違う方向を向いてるからこれじゃもう当たらないんですよ。多分これも一つあります。右からドローで打ちたいっていう意識が強すぎてるのかもしれないです、はい、そうですね。なんで、はい、ちょっと、シャフト台かな、いつもの。そうか、そういうことが結局そうだな、はい、プッシュアウトした時は絶対右に、ね、例えば、はい、もう基本的なことですよ。ピン狙うっつったら、はい、ここなんですよ、はい、ここっていうことはまあここと、はい、ここか、これなんね、はい、これにまずちょっと平行に構えてください。合ってますよね。はい、いいですよね。合ってます、はい、合ってます。あー、マジ足が揃った、うん、あー、足揃って、ボールの位置もうちょいかな、ボールの位置もうちょいこの辺にあるっていいかな。これでちょうどいいぐらい。ちょっとかなり。OK。これ構えます。最近のボールの位置にしてみたら、はい、もう一回。違和感があるんです。はい。はい。いきますよ。あ、待って。こっと。はい。はい。はい。これ、ゴールさん見てください。どう？あ、ほぼ真ん中。普通でしょ。これでもね、まあ、もうちょっとここがいいかな。で、一番の今日の悪いところは、遠い。ボールまでが、はい、これ僕構えますよ。はい、はい、どうぞ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。はいはいはい。え、近いでしょ。あ、すごい、この腕が楽な、うん、楽ちん。はい。え、一発これで打ってみてください。ちょっと待って、なんか左に向いてるような。いやいや、これ多分ね、後ろのカメラでまた後で見てもらったら分かりますけど、ちょうど平行ぐらいでしょ。これ平行です。こんだけずれてんです。もしかしたら、頭の中がおかしくなってんのかな？ずれてんですよ。ずれちゃったんですよ。構えて。で、ここ。オッケー。あ、なるほど。あ、これだったら綺麗。これは、あ、当たりそう。さっきのちょっと素振りだけ雰囲気出して打ってみてください。どこ行ってもいいんで。行きます。はい、その雰囲気だけで打ってください。ほら、へえ、ナイスショー。終わり、終わり、第3回終わり。ね、こういうことなんですよ。あ、多分世の中の人もこれが原因かもしれないです。いやいや、めちゃくちゃ多いんですよ。だからレッスンプロに習ってたりする人やっぱりいっぱいいるじゃないですか、はい。こういうことをパッて指摘してくれるレッスンプロに出会えたら上手くなりますから。布施さんの時もそうじゃないですか。そう、一発一発だったじゃないですか。はい、
こういう結構こういうのをパッて見抜けるレッスンプロに習ってほしいんですよ。そうだ、まあこういうことを育て、あのレッスンができるレッスンプロもこれから育てていきますから僕は。そうですね、はい、もうちゃんとガンガン YouTube で育ててください。全部やりますから僕は、はい、あーなんかね分かりやすく言ったらここ最近はインから入れたいからそのインから拾いやすい右の筋にねのところだったんですけど、はいはいね、今左の筋です、はいはいはい、分かりやすく言ったら、はい、なるほど。でうんそうか、もっと手は楽にしてていいってことですよね。そう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 、その距離その距離このぐらいでいいってことですね。はいはい、あーよくなった。もう全然違う。ほらちょっと音が違う何ヶ月悩んでたんですかこれで。いや4ヶ月ぐらいほら一発ボールの位置だ、ボールの位置で構えがあまりにも近く、もういやもう楽、ここが楽です、はい、今までは多分こうもう力入れてました、力入れなくて済む、はい、また右向き向いてる。そう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 、あこんなもんか。そう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 、近づいて、ああまああれなら乗りますからね。いや方向が全然大丈夫ですよね、うん、今のは薄い当たりだったんですけど乗りますから。今回は向きですね、これスイングは良くなってるんですよ。まああのねこうやってやって首切り、まあ後ろが何回も久保さんのシリーズで首切りって言ってますけど、はいはい、これはまあ一番あの治らないから、はい、でもかなり変わってはきてますよ。あの布施さんの時も言ってたじゃないですか、はい、その僕の名前も出してその首切りもだからそれがもう本当に綺麗に治るって、はい、多分かなり難しい。まあかなり大変です。その中でもそれもありながらでもっていうレッスンだったじゃないですか。はい、そうです。いやもうこれでね、なんかだいぶ全然変わった。すごい楽。ああ、ちょっと全然変わった。変にやらない。普通に打てばいいのかな。もう全然大丈夫ですよ。もうこれだったら。普通に。またちょっと右向いてボール右。右に向いてる。うん、それぐらい。おお、そう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 、全然違うでしょ。力まなくてもいいスイングに変わりました、うん、そうでしょうね。ポジションが悪いから、もういくら何やっても絶対当たんないですよ、あれじゃ。今までやっぱインサイドアウトに直し始めたじゃないですか、はい、初め、はい、でこれなのでやっぱこう言ってほしいからボールに当てやすい右にボールを置いてしまってたんですね。これ僕の YouTube の最初の方にもやってるんですけど、ボールの位置っていうのは左耳の付け根ですよっていうのを言ってる YouTube があるんですね、はい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 、左耳の付け根だとこの辺なわけですよ。そうですね、ゴルフさんのこっち来てましたから。そうですね、はい、右の方でしたよね、はい、なんでもうボールの位置がまずずれてるっていうことは顔1個分違ったっていうことですか。違いますね、10センチ以上違いますもん。そりゃあれじゃ当たんないですよ。行くでこれで練習しててもつまんないですよ。つまんない、うん、そうなんかペロンペロンっていうのが出ちゃって、うん、あらそうですよね。でもなんかもういろんな結局間違った自己流になって、うん、そうそうそう、また自己流にはまっていっちゃうんですよ。はいはい、もうちょっと前に見たかったか、まあ、僕シーズン中でしたからね。そうなの、そうなんですよ。プロのね男子プロの試合が最後秋口ねバババッとあったから、ね、そうなんですよ。それもあるんですけど、そうなんですよ。だから自分でね練習場には行ってみたもののってやつなんですよ、はい、これ結構大事な話一個しようかな。ボールの近さってどこで感じたらいいの、うん、僕は肋骨でボールの距離感を感じるんですよ。肋骨、うん、肘から脇が締まるし締まってます、はい。